オーバーシーズハイウェイはフロリダキーズを縦断する1 8 1 9トルの幹線道路であり国道1号線の最南端区間となっている。その大半は元のオーバーシーズ鉄道すなわちフロリダイーストコースト鉄道キーウェスト延長線の鉄道用地であった。1912年に完成したオーバーシーズ鉄道は1935年のレーバーデイハリケーンで 大きな被害を受け、一部が破壊された。フロリダインストコースト鉄道は破壊された部分の再建を財務的理由で断念し、路番及び破壊を免れた複数の橋は、フロリダ州に64万ドルで売却された。1950年代以降、オーバーシーズハイウェイは、マイアミとキーウェストを結ぶ、主要海岸幹線道路へと改装され、 旅行者にとっては熱帯サバンナ環境を通り抜けてアメリカ本土では最大規模のフロリダ産語省へアクセスできるエキゾチックな道路となっている。クロコダイルやキージカのような多くの熱帯性の動物がフロリダキーズの熱帯諸島には生息している。今日ではオーバーシーズハイウェイは元のオーバーシーズ鉄道の用地に沿って通っているが一部は鉄道とは 別個に古くから建設されていた。この部分は、キューバとの貿易を迅速に行うための道路で、現在も使われている。オーバーシーズハイウェイ構想は、マイアミモータークラブで1921年に、初めて提唱された。1920年代のフロリダの土地ブームが下火になり、クラブは、魚釣りができる地域へ車で容易にアクセスできるようにして、 観光客を引きつけたいと考えた。その時代坊とか鉄道しか交通手段がなかったのである。土地ブームはまた不動産へ関心を持つ人々を引き寄せた。彼らは未開発の広大な土地があるアッパーキーズへ車でアクセスできることを望んだ。さらに鉄道の完成はフロリダキーズを縦断するハイウェイが実現可能であることを実証した。 フロリダ州道 4A 号線となる初代のオーバーシーズハイウェイの建設は1920年代半ばを通して続けられた。1928年1月25日、公式に開通した旧オーバーシーズハイウェイは大きな隙間で2つの区間に分かれていた。一方の区間は、本土からカードサウンド橋を経由して、キーラーご島、さらにその先のローアーマテカムキーへと通じており、 もう一方のロワー,ーキー側の区間はノーネームキーからキーウェストまでだった。自動車フェリーの運行はロワー,ーマテカムキーとノーネームキーの 66km の隙間を結んでいた。修道 4A 号線はアッパーキーズでは大部分が元のオーバーシーズ鉄道の後を通っていたのであるが、ロワー,ーキーズでは状況は異なり、現在のオーバーシーズハイウェイのルートを通っていた。 ノーネームキーに接岸したフェリーは、リトルトーチキーへと渡っていた。リトルトーチキーでは 4A 号線は南へと曲がり、再び鉄道と合流していた。さらに、鉄道の北側沿いにアッパーシュガーローフキーへ続き、そこで南へ曲がって、ローワーシュガーローフキーとサドルバンチキーを越えて、現在の群道939と 939A のルートを通っていた。 サドルバンチキーから修道4 a 号線は現在のガイガーロードとボカチカロードのあるガイガーキーへと渡っていた。ボカチカキーではキーウエスト海軍航空基地の滑走路南の海岸線からボカチカビーチを通ってストックアイランドへと渡っていた。ストックアイランドではマロニーアベニューとマクドナルドアベニューへと続き、そこでキーウエストへ向かうオーバーシーズ鉄道と再合流していた。 ローワーキーの修道用に英語線に架けられていた橋の多くは木造で1920年代初頭まで使われていたオーバーシーズハイウェイの旧区間を支えていた発揮の橋脚マイルマーカー73で見ることができるこれらは1935年のレイバーデイハリケーンで亡くなった機関兵たちの記念碑としての役目を果たしている1 9 3年